い、皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで、実戦、実況解説をやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。はい、はい、ではね、早速対局をやっていきたいと思います。今回はですね、まあ今回もですね、10分切れ負けでやっていきたいと思います。読み上げ、音声をですね、香川真奈女流三段にしてあります。では10分切れ負け対局開始ですね。はい、ああね、まあ何度やってもここでね、どんな方と指すのかいつもね、ドキドキしますね。まあ結構ね、一通りやってきたかなとね、いう気もするんでね、戦型的には。まああとね、リクエストに答えるような、なんか右四間飛車とか藤井システムとかね、あれがあるんで、対局開始方ですね。じゃあ先手番になりました。どうしますかね。まあいろんな戦型やってきたんですけど、四間飛車にしてみますか。今回振り飛車、四間飛車でいってみます。なるほど、そうですね。相手方横歩取りということだったら8四歩で四間飛車いきますね。6六とね、まあ角道が相手が止めてもいいんですけれども、もう四間飛車の予定なので、相手方4二歩、じゃあ6八飛車と回ります。ね、これが四間飛車ですね。はい、で7八銀と回ると。でまあ8五歩と突いてきた時に必ず角上がることを忘れなければいいことですね。で5四歩ですか。相手方まだ角道開けてないのはちょっと変わった形ですね。どうしましょう。ちょっとじゃあ藤井システム、ちょっと難しい、初心者の方には難しいかもしれませんけど、藤井システムいってみますか。ここでじゃあ1六歩とね、藤井システム、まあ本来、振り飛車っていうのは飛車を回ったら王様をまあ右に囲うのが普通なんですけれども、藤井システムの玉のね、美濃囲いの骨格は作るんですね。3八に骨格は作るんですけれども、王様のね、上がるのを後回しにすると。まあそれどういう意味あるかというと、この後ちょっと説明していきたいんですけれども、そうですね、3、4歩で、ここでじゃあ5、8、金、左と。ね。見てください、この美濃囲いだけ先に作ると。で、本来ね、ここで4、8、玉、3、9、玉、2、8、玉と上がれば普通の、まあ普通のというかね、形ですね。ここで、玉をここに出ますとね、出ました、藤井システム。この作戦の意図としましてはですね、まあ今4、2、銀上がるで、急戦の形になりそうなので、これまあ、もう王様は4、8、玉利用するんですが、もし今ね、4、2、銀上がるではなくて、3、3、角と。上がって穴馬を目指してきた場合に王様を囲うね、威力のまま攻め込んでしまおうという狙いがありました。まあ本局の場合は4二銀上がるから最新これね、まあ見たび登場というかね、見たび登場エルモ囲いですね。本当に人気ありますね、この囲い。後手の方の囲いね、これもう、かなり、まあプロ間でもね採用率ある、高いんですけれどもね、将棋ウォーズでもかなり流行してるようですね。で7四歩と、まあ急戦に対して、まあ意欲でねずっとなんていうんですかね、戦うとは非常にあまり意味がないというかね、リスクがただ高いですね。やっぱり相手の方がもうどんどん攻めてくるので、そういう時はまあ無理にね意欲の藤井システムにこだわるんではなくて、こうね普通に囲ってしまった方が、安全ですね。で8五歩、これはもう7七歩と必ず上がってください。6、4、銀でしたね。これも再三解説させていただいてるんですけれども、振り飛車に対して急戦の時に、まあ急戦いわゆるあれですね、角を上がって玉深く囲う将棋じゃない時、急戦の時に相手の方がね、どういったプランで攻めてくるかをまず確認するというのは、まあもちろんこれはどんな戦型でもそうなんですけれども、今回の場合はね、銀が6、4に上がってこの角頭を攻めてきそうな形になってきました。これに対してはね、振り飛車の、まあ、情動な戦い方の一つにね、まあ戦いが起こりそうなところに飛車を持っていくというのがあります。なので7八飛車と回ります。これは7五歩といずれついてくるので、その時にもう飛車で迎撃する準備を整えるということですね。なんかね、最初は四間飛車に回って、なんかまた飛車を寄るんじゃね、なんか手を損してるという感じもあるかもしれないんですけれども、まあ振り飛車に関して言うと、そういう、なんていうんですかね、手損をあまり気にしすぎない方がいいですね。むしろ臨機応変に、相手のね、構えによって、戦う、ね、飛車の位置を変えるというのが、まあ、戦い方のポイントです。あまりね、なんか四間飛車にこだわって、戦い続けるっていうのが、必ずしもいいことではないと言えますね。で、7五歩と。で、まあ、こう、まあそうですね、角を動かす手もありますし、もうちょっと待機する手もあります。どうしますかね。まあ、5六歩と突いてみますか。まあこれはね、角の頭狙われてるんですけれども、飛車が後ろにバックついてます。で、5五歩と突いてきました。相手の方はすごく筋のいい攻め方ですね。この銀の力を、まあこちらだけじゃなくて、さらにこちら側も使おうと。ね、フルに使っていくことです。まあ同歩と取る手もありますね。どうしましょうかね。手厚く受ける感じしてますか、5七飛車ね。この5七飛車ちょっと難しい手なんですけれども、相手の方が銀で、
こちらとこちらを攻めてきています。ですのでこちらもまあ簡単に言うと数の受けという感じですね。まあ同歩と取る手もあるんですが、金を上がることで、この辺ですね、この7筋から5筋にかけてを手厚く金銀でフォローするイメージです。はい、まあそうですね、基本的には振り飛車っていうのは耐久戦にさばきたいんですけれども、まずは一回食い止めてからのカウンター狙いというイメージです。で5六と取り込んできました。これ同銀で取れてますとね、7六と取られてしまうので、これは同金で取ります。この同金と取れる形にしたのが5七金の、狙いですね。で5五銀ですか。なるほど、相手の方はすごく筋のいい指し方ですね。どうしますかね。まあ、同金同角で金銀交換、あるいは6五歩とついて、戦うか、まあ、非常に難しいですね。なるほど、パーッと見えるだけでもいろんな手があります。どうしましょうかね。取って取って飛車を回る、角が出る、歩を突く、で5五金同角5八飛車4六角6五歩とかですね。まあ難しいですね。どうしますかね。非常に迷います。まあ同金でいってますか。この辺はね、非常に手があるとこですね。これが必ずしもいい手かどうかは難しいとこです。まあこう、先ほど言ったようにね、こう相手にまあ攻め込まれるんですが、カウンターそうですね、3三金も相手はすごい手慣れた差し回しですね。そうですね、この時が指す手難しいんでね、さっき迷ってたんですね。次7九角のような狙いがあるので、どうしますかね。本当に難しいです。一回小手筋でついてますかね。これはまあこの歩は微妙なとこです。つく手がね、いい手かどうか。あ、金打ってきましたか。なるほど。なるほど。いや、いい手ですね、これはね。なるほど。飛車銀両取りで非常に厳しい手です。まあ、歩成りがあるんですけれども、それより銀、これね、飛車取りより銀取りがあるんですね。ああ、この厳しい手ですね。ちょっと困りましたかね。どうしましょう。取って銀を引いて戦う。同馬。どうしようかな。難しいな。いや、これはすごくいい手です。ちょっと困りました。まあ、そうですね、銀を取られるのが痛いんですよね。飛車で取って同銀ってなる分にはいいんですけど、歩をなって銀を取られた時にまた飛車金両取りが残るんで、いやいや、すごくいい手です。どう戦おうのがいいのかな。まあちょっと6四歩が甘かったかもしれないですね。金打ちはとってもいい手なんで、まあまだね、王様が硬いんで、そんなにね、なんていうんですか、すげえすごく困ったってこともないんですけど、まあ同飛車にしようかな。いや迷うな。まあ同飛車にしましょう。で、同角成りがね、さらに銀取りになるんで、それがね、嫌なところをですね、引きますか。これね、切ってこられるかな。まあ、ほんと打てば硬いんですけど、ちょっと打つんでは戦力不足なんで、これで馬が逃げれば歩をなろうってことです。ただ、同馬同銀で飛車とか打ち込んでね、先手で攻められるのが非常に嫌ですね。形勢的には、後手の方の方が優勢かもしれないですね。ただですね、この8人の飛車ですね。この8人の飛車が、まだ完全に働いていない。で、8二の飛車と7七の角、これを比べたときに、私の角の方がね、やはりこう急所の桂馬に効いてるんですよね。まあ、これで6三歩で、これが待望の一手ですね。飛車は取られたんですけど、このと金が非常に大きなと金です。なので、まあ、形勢は難しいですね。5七金すごい鋭い手というかね、機敏な手で飛車を取られたんでね、まあ、こういうのが振り飛車の強みですよね。飛車を取られると、まあ、大概なんていうんですかね、まあ、ものすごく癖になることが多いんですけれども、まあ、美濃囲いっていうのは飛車に非常に強い形なので、まあ、場合によっては、こう、飛車を取られても全然戦うことはできるということですね。これがもし、居飛車の将棋ですとね、まあ、飛車を取られると、やっぱり、まあ、飛車に脆い、囲い になっていることが多いので、まあ、非常にね、危ないというか、まあ、そのまま形勢がね、苦しくなるんですが、と、そんな話をしていたら、まあ、8九ますね。これ、桂取るの大きい手ですよね。相手の方も待望の一手。どうしますかね。どうしますかね。結構難しいですね。あんまり、まあ、戦えるとは言ったものの、あんまり自信はないですね。やっぱりね、実質の、飛車を取られた損なんでね、食らいつきますか、じゃあね、5三銀でね。これはもう、地道に剥がしていくということです。まあ、王様が硬いのでね、まあ、スピード勝負で勝てればなという感じですね。まあ、5六馬とか引かれるのはですね、5六馬と引いて、例えば4六馬とか、そちらも同じような意味ですね。そちらですか。どうしましょう。形勢は悪いです。こういう時どう考えるかですね。形勢苦戦なので、まあ、少しでもね、相手の方に迷ってもらえるような手を指すのがいいですね。まあ、4四歩取ってみましょう。ね、こう、なんていうんですかね、ごちゃごちゃっとしてますよね。まあ、これシンプルに4二銀成りもあるんですけれども、まあ、こう取って4二銀成り同金4四歩とかよりも単に4四歩取ってね、これ同歩ですと同銀成り、
同歩ですと同銀成とやって、食らいつこうということです。こう駒、その5三銀と打って4四歩と打つことで、まあ駒がこう絡み合ってますよね。絡み合って。で、こういうのはやっぱりね、かなり候補手、何を指すかがかなり手が広くなってくるので、まあ、あの対応が難しくなってくるんですよね。シンプルに例えば4人銀ないと取ったらもう当然相手の方は同金と取るしかないですし、まあ、当然の手ですとね、相手の方もまあこういうしかないっていう感じで対応されるんですけれども、まあ、5三銀から、4四歩といったね、まあ、指し方ですと、まあ、今これ銀も取れるし、歩も当たってるし、と金も、なんならと金も取れると、まあ、こう手がいっぱいあるんですよね。こういう時はね、迷いますよね。で、5五歩ですが、これは非常にいい手ですね。今言ったように、相手の方逆なんですね。逆に優勢な方からしたら手を、できるだけ相手はね手を少なくするっていうのが大事で、今こうまずね種駒の一つである、角を消したんですね。こうやって一つずつ火種を解消していくようなイメージで、指すのが優勢の方のとしては目指すべき指し方ですね。で逆に私の方としては、その火種をね消されないように、攻めるということです。でもね、こう、ね、今角がね、封じられてしまったんで、このと金と銀が、命綱です。で、同銀に、4六歩、同飛車。あー、でもね、際どいな。同馬で、3六桂の違いの、このですね。思い切って銀か、4六ね。これ同馬でね、3六桂の違いなんです。同馬4四銀になる狙いなんですけれども、その時3六桂の筋があるんで、これはかなりこちらも怖い手です。同馬と取ってこられるかもしれないです。これはね、一応、あ、そうですね、引く方が無難なんですが、それでね、時に引こうということです。まあ、これで際どくね、攻めをつないで、まあ、馬を消せればね、いいというか、あ、7六馬ですけど、これはちょっとありがたいですね。4四銀成で。これはね、形勢が逆転したかもしれないですね。この角は取られちゃうんですけれども、この角はですね、先ほど、止められてしまった角なんですよ。止められてしまった角はもうある程度おとりにして、敵陣にね、食らいつく方が優先なので、これはね、ちょっとね、今の7六馬は、ありがたい点になったかもしれないですね。この時にね、自分で打った歩のせいで、ね、自陣にも引かなくなってしまってるのが痛いですよね。これは4三金と食らいついて、で、7三成銀と。こうね、一気に駒が流れ込んでいったんで、しかもこの時も応援に行くんで、これはね、受けが相当難しいですね。角を取られて、戦力ダウンはダウンなんですけど、その分、この、金銀ですね。成銀、さらに、竹も行きますかね。こういくと、わっしょいわっしょいですね。わっしょいわっしょいの攻めですね。イメージ的には、こう、大軍で後ろに立って。で、まだ銀と桂持ってますから。で、私の様ね、ここに歩が来たことで、さらにこう、硬さがね、増している。5号また引かれても、3六桂の筋がね、特にないので。まあ、なんていうんですかね、ここは、うまくいきましたね。で、4一桂ですか。ここはどうしますかね。決めどころですね。3人銀と打っていきますか。これはもう、王様1、2玉なら2、3成で詰みでした。同金で詰みで同金と取って、これも1、2玉ですと2、2金打ちと打って詰みです。同飛車で行って。で、同成銀。で、王様も一人で4、2飛車とね、打ちます。あの時にまだね、王様の時が残ってるのがね、心強いですね。消えておきますかね。まあ、こういろんな手があるところですけど、手堅く。で、これ2五桂、2四玉、3六桂で、詰めろになってそうですね。さらにこの金取りと。まあ一瞬ちょっとね、形勢が悪くなりかけて、まあ悪いとこもあったと思うんですけど、やっぱりこれが難しいところですね。美濃囲い、振り飛車の、ね、強みですよね。急戦の将棋ってうまく、まあ行った時も、まあ美濃囲いの硬さがあるので、まあ、より丁寧、まあ、より丁寧に言うかと思いますが、丁寧に応じないと、まあ、こう、食いつかれるだけでね、あっという間に逆転するんですよね。まあ、もう、なんていうんですかね、相手の方ものすごい悪い手指したってわけではないんですけれども、まあ、ちょっとずつね、嫌味をついて指すことで、まあ、こう、形勢が逆転していくっていうことがね、起こるんですよね。三五金は、これが最善の粘りですね。まあ、王様が2四に脱出する形があるので、先に金を打ってね、受ける、ね、まあ、防衛大砲を入れたような感じですね。まあ、三六桂で縛っていきましょう。まあ、金を取る手もあります。ね、6一竜も当然あるところです。これはまあ、2四のところを縛って、次に3二金までの詰めろです。3二金までの詰めろ。で、3六同金なら同歩と取っておいて、まあ、またね、金を、ね、戦力として補充して迫っていこうということです。竜と金、
桂、そしてもちろん金と桂ということで、まあ竜と金、桂、金と桂、まあ5枚の攻めですよね。5枚の攻めでさらにこの6一の金が取れそうなんですので、こういう攻めがね、相当受けるのが難しいですね。まあ攻め駒がね、竜と金だけとかだったらね、かなり、やっぱ攻めが細いんですけれど、この場合5枚で攻めてますから、まあ、かなり受けが難しいですね。王様も今現状、ね、まあ守り駒が、まあ今3号に打ったんですけど、いない形なので、これはかなりね、受けの強い方を連れてきても、まあ難しい、受けの強い方を持ってしても難しいでしょうね。まあ気をつけないといけないのは、この7七の馬ですね。7七の馬がこう、引いていますので、まあ例えば竜がね、王様が移動した後に竜が動かしたりすると、取られちゃうことがあります。3人銀ですか。まあこれは、数で押していきます。2分30秒。3金ですね。まあこれいろいろな手があるところですけど、分かりやすくいきます。で、手順に打ったものを出すと。そうですね、ここで一応この竜、馬が効いてるってことをうっかりしないようにするということですね。即詰みはあるかな、どうだろう。難しいですね。即詰み、腕の馬が効いてるので、詰みがあるかどうか。まあ3三銀でいけますかね。これはもう馬を消しちゃおうっていう。まあ同馬ですと、同とで、同玉に4四角で詰みですね。まあ一旦ちょっと3等ですね。投了となりました。ありがとうございました。まあ四間飛車対エルモ囲いの将棋をね、まあ軽く振り返っていきたい、簡単にね、振り返っていきたいと思います。ちょっと結構ね、コメント欄に、藤井システム、がちょっと見てみたいよっていうね、意見、コメントが結構あったので、ちょっと藤井システムをね、目指してみました。まあ本局ね、今、先に振り返ると一局通してね、まああんまり、相手の方がすごくうまくされて、途中はね、自信ない局面もありました。では、早速やっていきます。私は先手ですね。で、7六歩から6六歩と止めて、まあ6八飛車とね、まあ角道を止める、四間飛車です。で、6二銀に7八銀、5四歩。でね、まあこれ1六歩というのが、まあちょっと藤井システムを、の意識した手というかね、まあ4八玉と上がって、3八銀、3九玉、2八玉、あるいは4八玉から3八玉、2八玉、3八銀、あるいは1八香とかね、王様を動かせば、まあ非常にオーソドックスな、まあ四間飛車なんですけれども、まあオーソドックスの微妙ですかね、まあね、昔から指されてる四間飛車なんですけれども、この1六歩と突いくことで、3八銀とね、先にこう、美濃囲いの骨格を作るわけですね。で、王様は、移動を後回しにします。これがまあ、藤井システムの、指し方ですね。で、相手の方が5三銀、で、6七銀とね、これ本来もう王様がね、4八3九とね、移動してるのが通常というかね、形なんですけれども、玉のままこうね、駒組みを進めていきます。で、3二歩に、4六歩ですね。まあ、この4六なんか特に早いですよね。本来は、本来は繰り返しになってしまうんですけどね。4八玉、3九玉が多い形です。で、まあ、4六と突くと。で、この形の意図を、まあ、簡単に説明しますとね、藤井システムの意図を説明しますと、まあ、ここの局面で相手の方は、例えば3三角と上がりまして、2二玉から1二香、1一玉とね、まあ、穴熊を目指した場合、穴熊を目指した場合に、3三角、1二玉、1二香、1一玉。例えば3三角、2二玉。1、2、強、1、1、まあ4手、まあ指すわけですね。その4手を、まあ本来ですとね、本来というか普通の四間飛車ですと、4、8、玉、3、9、玉、2、8、玉、3手潰れるわけですね。3手潰れる。この3手を、例えば、3、6、歩、3、7、桂、5、6、銀といったね、攻撃に回すってことですね。攻撃に回す。まあ、このね、藤井システム画期的な作戦というかね、出てきた時にものすごい、プロに驚かれたというのは、まあ王様をね、まあ、動かす手、囲う手を、まあ、攻めに回すというのは、まあ、ある意味ね、まあ、まあ、これちょっと表現が正しいかわかんないですけど、もう、将棋覚えたての方がね、どんどん攻めるようなところ、ちょっと似たところもありまして、まあ、本来王様囲わないと、やっぱり、っていう、ね、先入観があるんですよね。ただ、やっぱり穴熊というのは、3三角2二玉1二香1一玉っていうのは、まあ、どれも欠かすことのできない手なんですよね。3三角上がってしまうとも2二玉寄ると。で、まあそこでまあ1二香がなく3二銀で戦い方あるんですけれども、王様を囲いに行くと、まあ基本的に例えば1二香と上がったら次はほぼほぼ1一玉と下がらざるを得ないということで、まあ基本的に相手からの、強行、ね、急戦を、まあある程度ね、消すことが考え、ね、警戒を消すことができるんですね。その分攻めに回して、まあ、居飛車穴熊をね、まあ、完成前にね、叩いてしまおうと。繰り返しになりますけども、王様の囲いを後回しにして、攻め攻撃陣を作り、まあ、穴熊の完成前に潰してしまおうというのが、まあ、藤井システムの考え方です。はい。
でね、まあ、ここまでそういう意識だったんですが、ここでね、相手方4二銀上がると上がったんで、この手でね、まあ、ほぼほぼ居飛車穴熊否定されました。で、この後3三角と上がっても穴熊にならないですよね。で、4二銀上がるのはもう基本的には急戦の手です。で、これでね、まあ、間違えてほしくないのは、こう4二銀上がると上がってんのに、まあ、藤井システム取ってね、例えば3六、3七桂、5六銀とやってしまうのは、先ほどちょっと、ご説明させていただいたんですけれども、メリットがないというかね、デメリットですよね。相手の方がこう穴熊にするわけじゃなくて、むしろいつでも戦えるよっていう状況に作っているのに対して、玉をね、囲わずに、攻撃陣を整えているのは、まあ本来ね、やっぱりバランスを変えた手になってしまいます。なので、これに対して4八玉と上がると。ね。で、3一金と相手の方もね、より着々と急戦のね、構えをしたのでしたら、もうひたすらね、王様を囲うと。なんかね、こういう手の流れ、今ご説明した流れがわからないと、なんで先に、身の囲い、ね、形作ってから王様動かしたのよとね、思われると思うんですけれども、そういった経緯です。ポイントとなったのが、この4二銀上がるですよね。この4二銀上がるによって、居飛車穴熊が否定されました。否定されたので、王様を、囲うのを先、優先させるということです。はい。で、7四歩。で、2八玉。ね、まあ、ここまで進んでしまうとね、あまり、なんて言うんですか、最初に藤井システムをやっていたよというね、痕跡はあまりなくなってますね。はい。で、8五には、これは7六必ず上がると。で、6四銀。で、まあ、6四にね、銀が出てくる形。6四に銀が出てくる形は、次に7五歩とついて、角の頭をね、攻めてきます。7五と角の頭を攻めてくるので、あらかじめ受けると7八飛車。これ対局中も言ったんですけれども、振り飛車は、相手のね、相手が攻めてきそうなところにあらかじめ飛車を回しておくというのが、まあ一つの ポイント、コツですね。はい。四間飛車にこだわって戦うという戦い方ももちろんあるんですが、まああの、あまり手損とかに気にせず、相手の手にね、柔軟に、狙いに対応した動きをするのが良いと思います。で、9四歩、9六歩に7五歩とね、ついてきました。まあね、相手の方も待ち構えているのは分かっているんですが、まあ銀をね、出た以上は7五歩とつくのがいいでしょう。ね、他に、接点が、今と現状ね、5筋もないですし、ここを攻めるしかないんでね、これすごい自然な手です。で、私は5、6歩と突きました。で、5、5歩が、まあ、機敏な一手というかね、相手の方の狙いだったんでしょうね。このところでね、7、5歩と突いたんですけど、5、6歩を待って、5、5歩とね、戦線を拡大してきました。もちろん、ここでですね、私は5、6歩と突かないで、9、8強とね、強者を動かしておくとか、いうね、あとは角を5九角と引くとか、言うては、もしかしたら考えられたかもしれません。5五6と突いたことでね、相手の方の5五歩を誘発しました。ただまあ、5六は割れてということではないのでね、この辺はまあ、好みもあるところです。で、同歩と取りますと、同銀と取ってきて、4六の歩を狙いながら、例えばですね、成功例、相手の方の攻めの成功例を挙げますと、5五歩、同歩、同銀。で、歩を取られたくないからじゃ4七金と上がります。5五歩同同銀、4七金に、7六歩とね、そこで取り、ぶつかっていた歩を取ります。で、まあ、同銀と取ると、ここに銀が出てきたので、6六銀とね、すり込むことができるんですね。はい。それがまあ、相手の方の狙いです。なので私はね、防衛ラインを上げます。防衛ラインを上げて、この、4段目のところをね、5五に出させないよ、ね、4段目で保つよっていうのは5七金の意味です。で、相手の方は5六歩同銀つけてきました。で、同金同角。ね、5八飛車、4六角。で、6、5歩に3、3桂。そうですね。ここは、相手の方のね、作戦がうまくいってるでしょうね。いってる感じでしょうね。まあ、私、ここで6、4歩と突いたんですが、このね、5、7金がね、いい手でしたね。そうですね。ここはね、まあ、本局一番の、まあ、ピンチというかね、ところだったんですけれども、振り飛車側からしてね。まあ、ここね、こういうところでね、結構ね、まあ、間違いやすいというかね、まあ、例えば、金を打たれて、ああ、飛車銀両で失敗したと思ったときどうするかですよね。まあ、これ、ね、次にね、繰り返しなんですけど、5八金とね、飛車を取って来られる分には同銀でいいんですけど、6七金ってね、銀を取られるのが痛いんですよね。例えばですね、これ5七金と打たれたときに、ああ、まあ、飛車銀両でいいだ、まあ、せめてじゃ飛車は取られたくないって言って、5九飛車とかね、まあ、引く手をね、まあ刺される方とかね、まあ刺してるね、刺す方も見かけるんですけど、5九飛車はね、本当にまあ、なんていうんですかね、あんまりいい手じゃないですね。5九飛車と行くとこう、6七金とね、銀をタダで取られちゃうんですよね。で、銀はもう丸々タダですからね。で、もし実戦のように、同飛車同角なり5八銀。まあこの対応ですと、まあ飛車は取られたんですけど、飛車と、金の交換です。
まあ、その前に金銀交換して、まあ、飛車と銀の交換なんですけれども、こうね、交換になった方がまだいいですね。ここで、5九飛車と引くと、6七金で銀を丸々ね、相手に取られてしまうと。それに比べれば、こう、ね、駒を交換した方が、まあ、基本的にはやはり被害が少ないです。で、ましてや、この場合、振り飛車の将棋ですので、自陣がね、基本的には飛車に強いと。飛車に強い形なので、それもね、まあ、こう、飛車と銀の金銀の交換に、の方がいい、対応の方がいいという理由の一つになります。はい。で、的に銀を引きました。これでまあ、同馬、5八同馬同金6九飛車とかね、まあ、どんどん攻めてこられる手もあったと思います。3九銀を狙って。はい。まあ、実際馬を逃げて、まあ、これはもちろん飛車を取ったんでね、無理をせずという手なんですけど、6三歩成がね、まあ、そこそこに大きい手です。で、8九馬と。まあ、ここですよね。ここからまあ、どう攻めるかで、まあ、今飛車を取られてね、さらに桂を取られたんで、駒損がね、ちょっと広がったんですが、まあ、この角、7七の角と、6三の時、まあ、こういう時見た時に、まあ、まず、落ち着いて局面を見て、まあ、美濃囲いはバラバラ硬いと。美濃囲いはバラバラ硬い。で、持ち駒に金金もしっかり持っている。で、この6三のと金と、7七の角が、まあ、攻めのね、絡みというか、この2枚が、攻めなので、まあ、実戦の5三銀というのは、まあ、イメージとしては例えばこの角がこう効いてますよね。この角がこう効いてるんで、この銀が動けば少しここが弱くなる、ね、でさらにと金がこう例えば同銀同ととなればと金と角が、まあ、リンクしてね相手の収め迫ることができるという考え方です。かつ、まあ、これは戦術的な話なんですけれども、まあ、やっぱりね、形勢が相手の方も飛車を取って、まあ、相手の方の、気持ちをね、聞いたわけじゃわからないんですけど、まあ、飛車を取ってね、少し、まあ、優勢かもと思ってる時に、こうね、玉を薄くされる手っていうのはね、やっぱり実戦心理としても嫌なので、まあ、そういう意図もあります。で、実戦は4五馬と。で、これで、ね、と金取られてね、嫌だよって感じなんですけど、まあ、4四歩と打つことで、もうさらにね、と金を取ってくれば、4二銀なり同金、4三歩なり同金、4四歩と。今度はこの角の力でね、どんどん攻めていくと。まあ、それはかなりね、ギリギリな攻めではあるんですが、なんていうんですかね、実践させた時も言ったんですけど、こうね、攻め駒をこう、いっぱい置く、ね、置くというかね、どんどん手を打っていくことで、まあ、対応をね、迷わせたり、難しくさせるということですね。で、まあ、5五歩はね、すごくいい手だと思います。角道を止めてね。まあ、この、と金銀という中で一番のね、まあ、闇だる角を消したんですね。で、4三歩同銀、4四歩同銀、4六歩。まあ、これ、ね、まあ、歩もなくなりましたし、細いんですが、まあ、馬を動かせば銀が取れるよ、という手です。で、実戦は、5四馬と引いて、6四と金と。で、ここでですね、まあ、7六馬がちょっと、相手の方としては、悔いが残る手になったかもしれないですね。ここは、まあ、5三銀か、5三馬と取って、まあ、と金と銀をね、いっぺんに切除した方が良かったと思います。例えば、具体で言うと5三銀と取って、5四とでね、馬は消えるんですが、同銀と取ると。5三銀、5四と同銀ってやると、この7七の角が、5五に出れないですよね。で、銀が頑張っていて、まあ、角は取られるんですけど、角金で一応、スッキリします。繰り返しになります。5三銀、5四と同銀となると、相手のね、敵陣に駒がね、いなくなって、スッキリします。まあ、おそらくその展開でしたらね、ちょっと苦しかったような気がします。7七の角がね、封じられてるのが痛いので、はい。実際はね、7六馬だったんですけれども、これで角逃げちゃいかんですね。これはもう角はもう役目を終えてます。相手の方に7七の角と5五歩とね、止められた瞬間からある程度これは覚悟の上で、角をおとりに、敵陣に迫ります。で、この4三金厳しい手ですよね。行さも引いて、成銀が入って。はい。まあ、こうなってね、まあ、5六も馬を使う手なんですけど、5三と。ここはね、もう、逆転して、振り飛車優勢になっていると思います。じゃあ、投了図ですね。はい、ちょっと飛ばしまして、投了図ですね。まあ、この、3三銀で投了図になったんですが、まあ、この手に対して、まあ、逃げるとすれば、1二玉か1三玉。で、1二玉ですと、3二竜と、引きまして、1三玉に2二竜。1二玉、3二竜、1三玉は2二竜で詰みです。で、3三銀に対して同馬も同とと取って、同玉なら4四角。3三馬同とで同玉なら4四角。3三馬同とで、まあ、王様逃げる手もね、角を追っていけば即詰みとなります。まあ1三玉がね、この局面で1三玉が一番難しい王手で、まあ1二、1一竜同ってした時に、1二金と打ってね、まあ詰みが、まあ、ちょっとそうですね。罪があるかないか。まあ、微妙なところなんですけど、まあ、例えば1三玉にね、1一竜、1二金に1五歩とかね。まあ、一手一手の寄せはたくさんありますので、ね、私の身の若が非常に硬い。まあ、もっと言えば、6一竜も落ちてますから、これは、まあ、投了もやむを得ないと思います。
はい、いかがだったでしょうか。今回はね、剣飛車で、まあ、できれば、相手の方が飛車の駒だったらね、藤井システムの急戦を、やろうかなと思ってたんですけども、急戦対、四間飛車の戦いになりました。結構ね、相手の方の鋭い攻めで、まあ、途中は難しいところもあったんですけれどもね、まあ、振り飛車のね、対応の仕方、まあ、あとは、まあ、形勢が例えば苦しいなとかね、ちょっと悪いなって時の指し方をね、参考にさせていただけると嬉しいです。この動画良かったなという思われる方はグッドボタンをぜひお願いいたします。チャンネル登録もご視聴お待ちしております。またね、リクエストにお答えしていろんな戦況をさせていきたいと思いますので、またね、次回の動画をお楽しみください。それではまた、さようなら。